原神を殺害したのは地獄、あの日本人だ。これ本当？親友だと言っていたが、最後にはライフルの引き金を引いた。ライフル？ライフルだっけ？え？先ほど大抵の間際地獄聖四郎はこう言っていました。交換殺人は英国側のものに要求されたと。貴公が脅したのだな、あの八方盾にとって。地獄は外務大臣として我が国と条約の交渉をするまでになった。もし10年前同胞を討ち殺害したことが知れれば、彼は全てを失うだろう。それを思い出させてやっただけだ。なんという、もうないか。この10年はまさにロンドンの闇との戦いだった。地方の勝利のため私はあらゆる手段で戦ってきたのだ。それは違います。あなたは一度だって戦ってなどいない。何を言う。私はクリムト・バンジークスを守り、その不名誉な死から救ってやった。その裏で、貴公は自らの邪魔となる者たちを葬り去っていた。そして、すべての罪を我が父に着せたのだ。大英帝国の司法と秩序を守るため、やむを得なかったのだ。しかも、貴公が殺害したのはそれだけではない。被告人を死神に仕立て上げ、犯罪者たちの命を奪った。黙れー。あの連中は無罪判決のためにあらゆる無法な手を使ってくる。それも悪い。だから、この大帝都には死神が必要だった。それがこの私の戦いだったのだ。どうすんのもうこれ。貴公は何もしていない。死神の汚名を引き受け、正々堂々と法廷に立ったのはバンジークス卿だ。確かに、いつも、会議に一日遅れて行っちゃおうかな、みたいな。3日だっけ ?3 日も遅れて行ったかな。正しいことと信じて苦悩の中で罪に手を染めたグレグソン刑事。そして、一人真実を追求して命を懸けた葬儀原神。ロンドンの闇に隠れていたのは、あなたの方だったのです。貴様ら、言わせておけば、どうする？どうなる？ロンドンを守るためだと、ふざけないでもらおうか。貴様はただ、真実を利用して自分のために取引をしただけだ。どうする？どうなる？真実を隠そうとする者に司法に関わる資格などない！もう二度と司法を語らないでください。言ったね。うわちょっと面白い。プルプルしてる。どうすんの、この後どうなる。閉廷してバンジークス卿死んでる。怖い。これはしたり諸君。怖い。なかなかの見せ物にこれ、拍手を送らせていただきたく。助けて。怖い。どういうことですか。その真面目腐った顔、美しいクイーンズイングリッシュのアクセント。まあ英語で喋ってるんだもんね、ここでみんな。全く極東の島国の友人たちは実に勤勉でいらっしゃる。すごい。何これ、めっちゃ怖い。貴様、ふざけるな。何が起こんの。いやいや、まさに、諸君が今言った通りなのだよ。え？何が言いたい。ロンドンの闇に身を潜めて何もしていないか。やばい、殺される。全くそうズバリと言われるとちと恥ずかしいがね。え、何この喋り方。何もしていない？それはつまり。
私を罪に問うこともまた必要なしということではないかな。え？なんだって？ここに来て。その通り、確かに私自身は何もしていないのだ。愚かな連中がすべて、勝手にやったことなのだからな。ちょっと、そんなのは通らない。あなたは人の闇につけ込んで、脅迫か。それとも取引かな？ちょっと、怖いよ。誰か、どうする？ここで、この大法廷に集まった司法関係者諸君に言っておきたい。この大帝都には闇がある。そしてその闇に立ち向かうためには、やはり闇が必要なのだ。ええー、ちょっと、何する気だ。良識ある諸君にもう一度よく考えてもらいたい。この一連の恐るべき真実。それがロンドン600万の市民に公表されたら何が起こるか。貴族、王族の命を奪った殺人鬼は大英帝国第一の名家の当主だった。その裁判で提示された証拠は偽物で、裏では脱獄の取引があった。死神は暗殺集団であり、その中心人物はヤードの刑事だった。いや、全部、あなたが。そして、それらの計画はすべて、大帝都の首席判事が操っていた。事実じゃん。大英帝国の国民がその事実を知れば、スコットランドヤード、そして検事局は、当然一切の信用を失う。大帝都から法の秩序は失われ、全盛期。無法の時代に逆戻りするだろう。100年前、市民の10人に1人は犯罪者と言われたあの時代。そこから我々は警察の組織を作り、法を整備してここまで育て上げてきた。そしてこれからも、その秩序を守るためには、あえて繰り返そう。闇は必要なのだ。え？これ、600万人に放送されてる？グレクソン刑事の命を奪った真犯人、我々はその答えを得た。真理に必要なのはその一点のみ。それ以外今日語られたことは、すべて記録から削除する。この大帝都の秩序、守るために。嘘。それが我らが女王陛下のためでもあるのだ。さあ、いかがだろうか、諸君。諸君どうすんの。確かに。ボルテックス教のやったことは決して許されることではない。しかし、我々の使命はこのロンドンの秩序を守ることではないか。死神という脅威のおかげで犯罪件数が激減したのは事実。ボルテックス教は手段を選ばずそれを実現させたのだ。流されやすいのか？これが、大英帝国の司法が出した答えか。あ、飲んでる。諸君の声、心からありがたく思う。やばい！ウサちゃん引っ張ると聞きた！それでは諸君の同意をもとに記録はすべて削除するものとする！ここまで来ると、さすがと言わざるを得ない。ハートボルテックス教、他人を意のままに操る天才。なるほど、王様はすでに、あの者の罪を立証いたしました。それでもまだ逃れようとするなら、一体どうすれば？打つ手がなくなったかもしんない。なるほど！どうやら、今度こそ、これが最後の瞬間。今この時、僕がやるべきことはただ一つ。行くぜ！何が起こるんだ？一体これをやったら、何が起こるっていうの？ピシャリ。そう、決まっている。法廷で物を言うのは、いつだって証拠品だけなんだ。ですが、なるほど王様、何が起こるの？証拠品を使うというのは一体、
僕に考えがあります。何が起こるか分かりませんが、本当にこいつはきっと今この瞬間のためにあるはずだ。いけー、ぶちかませー何が起こるんだ。それは先ほどホームズ様が、僕たちはボルテックス教の罪をすべて暴きました。きっとホームズさんはここまで見通していた。あ、だから今こそ大探偵の出番だと思うのです。わかりました。それでは思いっきり行ってみましょう。よいしょー、はい、もちろんです。よいしょー、いててててて、だから何度言ったらわかるんだ諸君、気安く引っ張らないでくれたまえ。ホームズさん、どこを見ているんだいミスター。なるほど、え、僕はこっちだよ諸君。うん、あー、なるほど、さまあれよ、え、ホームズさん、な、とん、すげえ、新時代だ技術がすごい、君なのかホームズ、どうなってんのこれ。また現れたよ、ハートボルテックス教。どっから投影してんの？さすがに現代技術でも。これは一体何が起こってる？係官、捕らえろ、その男。これは極秘裁判だ。すでに一度警告は与えている。あははは。ダメであります。捕まえられません。そもそもこの男透明でありましていいね、踊ってる、踊る方はホームズさんだったか。無駄だよ諸君、何しろそこにいる僕は光と影が作り出した虚像なのだからね。ああミスター、なるほど、実に見事な立証だったよ。ちょっとこんなことしていいのかよホームズさん。これは一体、諸君は電話を知っているかい？あ、ええ、最近日本の帝都にも公衆電話ができたと聞いています。音声の情報を電流に変えて、一瞬で遠い地へ送る技術でございますね。音が送れるんだ。ついでに映像も送れるだろうと思ってね。すげえ。アイリスと一緒に今日のためにこしらえてみたのだよ。これはついでの領域を大きくはみ出している気がいたします。どうせなら空間ごと遅れないか試してみたらこうなったわけだ。どうせの領域も大きく振り切っていますけどね。つまり？ではホームズ、君は今ここにいないというのか。さすが僕の相棒だ、察しがいいじゃないか。御言葉教授、本気でびっくりしてますね。相棒なのですから一言教えてあげてほしかったです。確かに、とにかくすぐに出て行け、さもないと。おやおや、そちらはどうも察しが悪いようだね。いいかい、僕はここにいない。そうなれば次の問題は、あなたは今どこにいるのか。その通り、まともな質問を放ってきたね。僕はね、今庭にお邪魔しているのさ。庭？庭？それもただの庭じゃないぜ。かのバッキンガム宮殿の庭だ。どうやって。なんだと、まさか、バッキンガム宮殿？聞いたことありませんね、佐藤さん。さすがにそれはどうかと。ああ、そういえばホームズさん。アイリスちゃんは一緒ではないのですか？ああ、アイリスならば今お茶を飲んでいるよ。だ、誰と？女王陛下と一緒にね。なんで？女王陛下？それもただの女王陛下じゃないぜ。この大英帝国の女王陛下様だ。なあ？なんだと？なんでそんな。一体何がどうなってるんですか。バッキンガム宮殿とは大英帝国の女王様が住まうお城でございます。なんで静粛に静粛に、さっさと静まるのだ。え、
女王陛下だと。なんとそれ多い。三流探偵の悪質な冗談にしても許されぬことだ。許されぬ冗談か。それを君が口にするとはね。司法関係者が集まった極秘裁判。きっと女王陛下も興味がおありだろうと思ったのだよ。だからお見せしていたのだ。最初からすべて。キャー、お見せしていた。じゃあ私がちょっとミスったところも見られてたんだ。恥ずかしい。その通り。本当の本当に最初から。シャーロック・ホームズ式電影中継装置を使ってね。貴様、これは何かの悪夢か。僕は今君たちの前に立ち、こうして言葉を交わしている。つまりもちろんその逆も可能なのさ。恥ずかしい。まさかこの法廷で起こったことは女王陛下に全てご覧に入れたよ。やったー。もちろん構わないだろうね。何しろ全ての審理は女王陛下の名のもとに改定しているのだからね。どんな風に見えてんだろう。果たして女王陛下はどうお考えになるかね。君のこの10年間の許されぬ冗談について。違う、私はただ、遅くなっちゃってごめんね。なんだか盛り上がっちゃって。どういう技術だよ。できねえだろこれ。アイリス様ライブ。これダイエテイク皇室からのお言葉なの。俺強すぎるこれ。なんだと。読んで。それではいいかい。読み上げるとしようか。読んで。現在ハートブルテックスに与えられた全ての権限を今この時をもって全て永久に抹消するものとする。そしてその罪については後日公開裁判のもと裁かれるものとする。どうやらこの国の司法に闇は必要ない。女王陛下ってすげえ。それが女王陛下のお考えのようだ。すごいよね女王陛下。ハートボルテックス教。でもこれ本当に中継されてるとは。あなたがこの10年間隠れていた闇はもう存在しない。今度こそあなたはもう首席判事ではない。司法に関わる未来もない。女王陛下の名のもと法によって正当に裁かれる罪人なのです。すげえ。閉廷。ユニコーンくん。燃える。わー、どうなるのこれ。わー、はかりが。危ない。燃える。危ないよ。死ぬー。どうなるのこれ。わあ、おお、どういうことなの。誰か水持ってきて。面白すぎるって。クリムとバンジークス教が全て告白した遺書が存在する。麻生義元心が告げたその一言が私を狂わせた。燃えたんだな。何としても処分しなければ、そう思ったのだ。向こう側にいるの誰だろう。裁判長。しかし奴の独房を捜索しても石は見つからなかった。だからこそ、君は、あの脱獄計画を実行したのだね。もう信念が長すぎて。どういうことですか。
あの衣装を確実に手に入れる、私にとってはそれが全てだった。脱獄となれば、奴は必ずそれを身につけて出てくる、そう考えた。しかし、あの墓場で奴の死体を探っても遺書はなかった。なるほど。まさか、刀の中に隠されていたとはな。なあ、いないんだ。誰か裁判長呼んで。裁判長呼んでよ。一つ残念に思うことがある。兄はこの私に何の言葉も残さず旅立ってしまった。確かに。バンジークス教。どうやら、それは違うようでございます。佐藤さん？え？どういうことだ？この遺書には続きがあるのでございます。え？どこに？え？なんだと？読まなかったの？読み上げてなかった部分があるの？我が人生の最後を迎えて、心残りは我が弟のことである。なんで読まなかったんだい？バロックよ。私の背中を追って、賢者の道を歩み始めたばかりの若者。我が所業が原因となって、貴君の道が閉ざされることのないよう心から祈る。理解してくれとは言わない。ただ、兄を許してほしい。なんでさっき読まなかったの？葬儀は優秀な刑事であり、尊敬できるハンターである。ん？彼は私の最後の願いを二つ聞き届けてくれた。一つはこの遺書を残すこと。もう一つはここには書けない。え？妻には我が罪を告白した。私が死ねば全てを悟るだろう。東洋の友人に感謝しつつ、これにてペンを置く。クリムト・バンジークス、シルス。兄上。全部終わったのか、これで。全部が？ハートボルテックス教。あなたは海を越えた共犯、地獄聖四郎と手を組んだ。そして10年前の真実を知る者を抹殺しようとした。しかしどうして10年経った今だったのですか？なんでや。この国の司法の頂点に立つためだ。ん？この10年ではっきりと分かったのだ。首席判事ではまだ足りぬ。司法長官にならねば。え？この国の司法の未来を完全に変えることはできない。一番上じゃなかったんだ。そのために、過去を知る者は生かしておくわけにはいかなかった。なんという！私は自分の組織がすべて正確に私の思い描く通りに動くことを好む。時計みたいにね。あと一歩だったのだが。そんなことのために。何人の素晴らしい者たちを犠牲にしたと思っているのだ！ちょ、横に向かって指さして。面白い。ポーズが面白い。ああ、ところで死神くん、一つ忘れてやしないかな。なんだろうか。え、なんかあったっけ？さっきからすっかり賢治っぽい顔でそこに立っているが、そうだ！花火がまだじゃん！実は君は判決を待つ被告人だってことをね。ああどうやら今日の裁判長くんは権限をなくしたみたいだからね。え、出たー。いつものおじいさんにお任せしようか。この人はどういう気持ちなんだろうか。さあ裁判長閣下。
司法に関わる者の一員として傍聴席で審理の行方を見守っていましたが、え、じゃあさっきバルテックス、バルテックスってやったんでしょう。今日のこの大法廷、一生忘れることはありますまい。カン、いつもの音。この10年間、法廷を包んでいた闇に、ついに今日光が差した。いいとこ持ってくな、裁判長。その光をもたらしてくれたのは、極東から訪れた若者でした。なるほど、弁護士。は、はい。オールドベイリー、大法廷の名においてそなたに礼を言います。ありがとうございます。今から1年前、初めて貴公の前に立った時、ある小さな予感があった。え？長い歴史に少しずつ歪んでいたロンドンの大法廷を変えるとしたら、嘘！このものかもしれないと、先に言ってくれないと。え？しかしその時の私はそれを認めることができなかった。私の兄の命を奪った日本人、貴公を憎むことしかできなかった。ミスター、なるほど。これまでの数々の非礼を詫びする。貴公は優秀な弁護士だった。バンジークス様。今から1年前、大英帝国を訪れた時、僕は弁護士どころか何者でもありませんでした。ただ僕は奇跡と呼ぶべき出会いに恵まれていました。大英帝国への道を開いてくれた親友、麻生木一馬。何も知らない僕を弁護士として支えてくれた佐藤さん。日本人と言いながら法廷で対等に戦ってくれたバンジークス検事。そして、圧倒的な推理で、真実の世界を見せてくれたホームズさん。あれ？出た！おう、やっと出てきたね。ちょっぴり心配してしまったよ。皆さんのおかげでここに立って分かったことがあります。真実はいつも輝いていて、人々を幸せに導く。今までそう思っていました。でも決してそんなことはない。立派になったな、なるほどくん。真実は人を傷つけて、時には絶望の淵に叩き落とすこともあります。そこで真実を隠す者がいる。それは本能というやつなのか。でも、真実から目をそらした瞬間、そこに闇が生まれる。闇は膨らみ、やがて人々の目を塞いでしまう。だからこそ、僕たちにはその真実に向き合う覚悟が必要なのです。覚悟。正しく前へ進むために。立派になった。なるほどくん。それじゃあ僕はこの辺で失礼するとしよう。なんで？よく頑張ったね、ミスターなるほど。ホームズさん！え？君の立証がなければ英国王室は動かなかった。この国の司法の亡霊を倒したのは君たちだ。ありがとうございます。麻生木。ではまたどこかで会おう、諸君。え？それでは、長きにわたったこの審理もここに決着がついたようです。いやー、ご心配おかけした裁判長閣下。これからもよろしくお願いしますぞ、バロックバンジークス検事。ほんと何もしてない。うっかりしかしてないわ。それでは被告人に最終的な判決を言い渡します。
やったー、無残よー。はかりがなくなってる。あー、よかったなー。それではこれにて本日の審理を終了します。これにて閉廷。カン。